こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションパンデイロ編、この動画ではパンデイロの振り方について解説します。パンデイロは叩く楽器でもあると同時に振る楽器でもあります。こちら振る方の手、すなわち楽器の持っている方の手ですね。こちらが安定してないとどうしても演奏するときに出すリズムが不安定になってしまいます。なのでまず土台となる持ち手の方からしっかりと鍛えていきます。前回のパンデイロの持ち方のおさらいです。持つ方の手の指の付け根のこの肉がある部分と指の先端の2箇所でパンデイロをホールドします。で、親指が自由に動く状態にして、親指を付け根からかぶせて持ちます。パンデイロを練習していると、この最初の基本の持ち方からだんだんこうずれてきてしまったり、手に汗をかいてですね、こう滑ってしまったりするかもしれないんですけれども、そうしましたら一回楽器を離して、一度正しい持ち方に持ち直して練習するようにしてください。というのも正しいフォームで練習した方が効率よく上達できますので、最初のうちは常にこの正しい持ち方っていうのを意識するようにしてください。はい。パンデイロの基本の振り方は、腕から一直線に、この楽器の直径まで、ここを一つの中心軸として、この軸に対して、楽器を回転させるように振ります。ですが、この回転させる感覚っていうのがですね、最初はちょっと分かりづらいと思いますので、一旦楽器を置いていただいて、腕を伸ばしてですね、手をドリルのように回転させてみてください。で、回転できるかどうかっていうのをちょっと見てほしいんですね。人間の手っていうのは非常によくできててですね、結構いろんな方向にいろんな動きができるようにできてるんですよ。なので、それゆえにですね、パンデイロを演奏する際に、回転させたいと、こう、脳が指令を送っても、その感覚に慣れてないと、結構こう、なんというか、てんやわんや、しっちゃがめっちゃがに体が動いてしまいますので、まずはその感覚から掴んでいきます。はい。手の回転の動きっていうのは、基本的にこの肘から先しか動かしませんので、意識としてはもうここだけで大丈夫です。で、イメージとして肘からスーッと伸びてきて、だいたい人差し指の、付け根の骨のあたりが、こう一直線の一本の軸のようになっていると考えて、ドリルのように回転させます。で、この手を回転させる感覚っていうのがなんとなく分かりましたら、このまま楽器を持っていただいて回転させると。するとこう、パンデイロが振れるわけですね。はい、最終的な演奏フォームとしては、だいたいおへその前ぐらいにこう、楽器を持ってきて、先ほどの、回転させる動きで、パンデイロを振ります。で、もうこれができる方はですね、このまま練習してほしいんですけれども、例えばクリックをつけたり、好きな曲をかけながらですね、それに合わせて、こう振る練習をしてほしいんですけれども、パンデイロ始めたばかりの頃は、まだこの持つ方の手が安定せずに、あんまりこう長時間持ったり振ったりすることができないと思いますので、違った練習の仕方を紹介したいと思います。はい、練習方法としては、まっすぐ立っていただいて、腕もまっすぐ下に伸ばします。で、この状態でパンデイロを回転させて振ります。
いかがでしょうか。多分こう構えて振るよりもだいぶ楽にですね振ることができるんじゃないかと思います。振るのに慣れてきましたら、今度はこの太もものところにパンデイロを軽く当てます。でこれをアクセントとしまして、例えば1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4といったように、アクセントの練習をします。1,2,3,4の1だけ太ももに当てて、2,3,4は空振り、1,2,3,4,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 
はい、今度は太ももの裏側の部分にパンデールを回転させて当てます。今度はこっちから1にして1、2、3、4、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 1、はい、次はももの表と裏に両方ですね、当てて毎回当てましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。で、楽に楽に回転させて、こう、タッ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 とですね、ちゃんと回転させて、ヒットして発音するっていう感覚を、つかみましょう。タッ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 。はい、では少し練習で8カウント空振り1、2、3、4、5、6、7、8しましたら8カウントももに、全部当てる1、2、3、4、5、6、7、8っていうのを交互にやってみましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8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 。はい、今太ももで練習しました動きがそのままですね、パンデイロを振る動きになり、叩きながら振る動きになりますので、ゆっくりからでいいので確実にできるように練習してください。はい、というわけで今回はパンデイロの振り方について解説しました。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。